こんにちは。雑穀と米粉でグルテンフリーのパン作り、ホトハのパン教室、ホトハの香りです。今日は米粉のレモンケーキの作り方です。爽やかなレモン風味のレモンケーキなんですけど、作るときにホイッパーで混ぜるので、ホイッパー使ったら、こう中にね、いろいろ入り込んできたりとか、あのホイッパーの、この、なんていうの?筋のところにべったり生地がくっついて洗うの大変とか、あとはホイッパー使った後は粉類混ぜるときには今度ヘラにゴムベラに変えましょうとかいう風になるので洗い物が増えちゃうとかいう風なことがありますよね。だからめんどくさいってなるし、あとはレモンケーキなのでレモンがないなとか、あとあの形ですね、レモンケーキの型ないしってなると思うんですが、あのレモンケーキの型がないから私はあのレモンケーキは作れませんって思う方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。今日は誰にでも作れるようになる、作りたいと思えるレモンケーキの作り方動画ですので、最後までご覧いただくと、めんどくさがりだけどこれならできるかもって思ってもらえるような動画になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。作り方はこの動画でわかるんですけど、分量は LINE のお友達限定プレゼントとなっていますので、お友達になってプレゼント受け取ってくださいね。こちらのチャンネルではこれからも LINE と連動した作り方ですとか、あとはライブでも何かを作ったりしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。新しい動画が公開されたりとか、あとはライブが開始されたりとかする通知は、ベルマークをオンにしておいてくださいね。早速、米粉のレモンケーキ作っていきましょう。レモンケーキ作りですね。まず、思うのが、このレモンケーキの型がないっていうことじゃないですか。これなかったら、なんか他にお菓子作りとかパン作りで使っているようなカップを使っていきましょう。で、どれがいいかなって思ったんですけど、マドレーヌ型だとちょっと厚みが薄いですよ。っていうのも、レモンケーキ焼き上がった後、型から外して、外したらこの丸い方が出てきますので、ここにホワイトチョコをくっつけていきます。でも、こっちの普通の型に入れたらそれができないので、上からかけようと思います。そしたら、このマドレーヌ型の薄さだとかけれないくなっちゃうので、ちょっとこのマドレーヌ型は薄いかなって感じです。このお菓子用のマフィンカップ、これだと深さがあるんですよね。深さがあるんです。なので、深さはいいなと思ったんですけど、焼くのに時間がかかる、中まで火が通るのに時間がかかるので、どうかなと思います。ただ、半分より少ないぐらいに入れてもらったら良さそうです。なので、ちょっと深さを考えてください。いっぱいいっぱいに、普通のマフィンの時みたいに、7分目、8分目ぐらいに入れちゃうと、ちょっと焼き時間がまた変わってきます。ので、ちょっと保留っていうか、これしかない方はもう、これで半分より下ぐらいに入れてください。で、残りが、これが、あの、パン用のマフィン型に入れるグラシンカップなんですけど、これか、お弁当用のアルミカップかって思いました。どっちでもいいかなって思います。大きさ的には、同じくらい、ちょうどこんな感じなので、いいかなって思います。ね。まあまあ。なので、こっちかこっちかにしたいんですが、レモンケーキの生地を流し入れて、焼いてるときに膨れていくんですよね。その膨れに耐えれるかなっていうのが心配は心配ですので、もしこのグラシンカップとか、お弁当のアルミカップとかを使う方は、形作りにもいいし、このね、端っこを、こう、バーッと広がらないように、ちょっとつまんで、
補強しといてほしいです。こんな感じで補強して、この生地が膨れた時でもこう広がっていかないようにしておいたらいけんじゃないかなって思います。そのままお弁当カップのままだとね、ちょっと力が弱い気がしますので、こっちも一緒ね、こっちを使う場合は両端をちょっとつまんで補強してぐわっと広がっていかないようにしておいてください。そしたらまず先に型もないレモンもないっていう場合をやっていきますので、どれかどれに入れるかを決めて、分量としてはこのレモンケーキ型の6個分ですので、皆さんが使うその型の大きさによって個数は変わってくるかとは思います。私はこのアルミカップに決めましたので、アルミカップに決めましたら端っこを補強しといてくださいね。こう20、30にしてこんな感じで補強して今こうやって広がっていかないように全部して天板の上に並べます。オーブンですね、オーブンの余熱を入れましょう。先に今日は180度で焼いていきますので、オーブンの余熱はプラス20度なので200度のオーブンの余熱を開始してください。そして生地を作っていきますね。まずバターです。バターをちょっと常温に戻しておいて、ポマード状です、クリーム状にしておきます。スプーンでいいです、大さじを使っています。ホイッパーを使うと洗うのめんどくさいし、挟まってくるし、くっついてくるし嫌なので、もうこのスプーンでいきましょう。クリーム状にして、ポマード状にしたらお砂糖ですね。お砂糖はもうグラニュー糖でも、普段お料理に使っているものでも構いません。お砂糖を入れます。私はきび砂糖をいつも使っているので、きび砂糖を入れていきますね。お砂糖を入れたらこれをよく混ぜてください。よく混ぜたら白っぽくなりますし、空気を含んでこのクリームみたいになりますので、こんな感じで白っぽくなるまでよくよく混ぜてください。次、卵です。もうそのままここに直接入れてもらって大丈夫です。混ざれば同じなので、ただ混ざりやすくするために先にちょっと黄身のところだけこう潰してあげてください。潰してから混ぜていきましょう。もう最初なんか混ざらずに分離したみたいになりますが大丈夫です。混ぜていけば混ざっていくので、そのまま混ぜていってください。で、これ動画だからね、カットしてすっごい混ぜてるのをカットしてすぐ混ざってるようにしてんじゃないかって思われるかもしれませんが、これね、全然もうまだ何十分、1分も経っていませんので、こうやってすぐ混ざっていきます。そしてレモンケーキなのでレモンですよね。レモンがない場合は便利なものがありますよねこのレモン果汁のやつがありますので、これを入れていきましょう。で、大さじ1入れたいので、この混ぜてるのだから大さじを使っていましたので、ちょっと大さじ1、これ生地がくっついてるのでちょっと多めに入れてあげればいいから、これをこれぐらいかな、生地がくっついてたのでちょっとこぼれるぐらいに入れて大さじ1。あ、そしたら次、米粉です。米粉はいつもパンの時に使っているもので大丈夫です。わざわざお菓子用とかにしないで、いつもの富澤商店
熊本県産瑞穂地からパン用米粉を使っています。そしてその上にアーモンドプードル、そしてベーキングパウダー、粉類ですね、米粉、アーモンドプードル、ベーキングパウダー、これ入れたらまた混ぜていきます。米粉なのでグルテンがありませんから、切るように混ぜるとかはもう気にしないでいいです。ぐるぐる混ぜて大丈夫です。こんな感じで綺麗に混ざりました。そしたらこれを型にカップですね、カップに入れていきましょう。ちょっとね、何個ぐらいになるか分かりませんが、一応6個入れたけど、どうかな、8個ぐらいがいいかも。怖い。全部で8個にしました。10個にしてもよかったかなっても思ってるけど、一応8個に入れたので、これを今から焼いていきましょう。そして焼いてる間にやってほしいことがあります。それが最後にコーティングするホワイトチョコですね。もうコーティング用を使った方が、ツヤが出たりとか、あと固まりやすかったりとかはありますが、普通のホワイトチョコレートで大丈夫です。板チョコのホワイトチョコ1枚とかで大丈夫ですので、大体それぐらいですね。ホワイトチョコの板チョコを使う方は、板チョコ1枚をパキパキ割り入れていってください。それぐらいの分量です。耐熱容器ですね。これ耐熱容器にちょっとホワイトチョコを入れます。耐熱容器にホワイトチョコ準備ができたら、これを今焼いているオーブンの上に乗せてください。これで溶かします。わざわざね、湯煎かけて溶かすのってめんどくさいし、あとは水が入らないようにとか気をつけないといけないので、チョコの扱い方は。なので、もう、これをこのまま焼いている、オーブンで、今これ焼いてるとこです。ここに、のオーブンの上に、ポイッと置いとけば、この熱さで溶けますので、なので、耐熱容器ですね。耐熱容器に入れて、オーブンの上に乗せておいてください。そして焼き上がるのを待ちましょう。はい、焼けました。まず、このレモンケーキの土台は完成ですね。そして、やっぱりこのアルミカップ、きちんと端っこをキュッキュッて補強しとかないと、こんな感じになりますので、補強大事です。この両端をね、二重三重にして、ちょっとつまんで、補強しておいてください。そして、これ、粗熱を取ってました。もうね、熱くない状態になっています。オーブンの上に乗せておいたチョコ、これはもう粗熱取ってる間もそのままずっとオーブンの上に置いておきました。で、なんかさ、まだこう形が残ってるので溶けてないんじゃないのって思いそうですが、ちゃんと溶けてるので大丈夫です。混ぜてあげるとすぐ、足でトロトロの状態になっていますので、これをもう上からかけてあげましょう。どれか一個だけを完成させればよかった。全部をいっぺんにちょっとずつやっていくか。ちょっと待って、どうしようか。この子を完成させよう。ね、美味しそう。ほらほら、レモンケーキっぽい。
ホワイトチョコがかかったら、ピスタチオです。ピスタチオをちょろっと乗っけてあげただけで、それっぽくなるので、こんな感じで、ちょろっと乗っけてあげてみてください。これが、レモンケーキの型なし。で、レモンなし。はい、8個全部チョコかけました。どうでしょう。やっぱりね、この、守ってくれる縁があった方がいいので、こう欲張って1個にいっぱい入れずに、数を増やして、余裕を持たせた方が、このね、深みに余裕を持たせた方がいいと思います。その方がチョコレートが全部かけられる。この辺とかかけたらもう流れ落ちそうとかなるので、これが型なし、レモンなしの分でした。雑穀と米粉でグルテンフリーのパンを作る音羽のパン教室には公式 LINE があります。米粉レシピのプレゼントも用意していますので、ぜひ友達追加して仲良くしてくださいね。では、今度は型がある場合ですね。型がある場合は6個分です。今日の分量。型6個分。私は油を塗っておきたいので、こう、加工、ね、つるんとなって加工されてるので、塗らなくてもいいのかなとは思うんですが、塗る方はバターを測るときに切ったナイフとか、私はスケッパーで切ったんですけど、そのスケッパーにバターがついてたりするから、それを手ですくって、残りのバターを手で塗ってもいいとは思うんですが、いつもね、こうやって、この米油をキッチンペーパーに染み込ませて、で、これで塗るようにしています。ハケとか使ったら、洗わないといけなくなるから、ちょっとね、それは嫌なので、こんな感じで、キッチンペーパーに、こうやって、染み込ませて、拭くように、油をつけるって感じです。これカメラだから分かりにくいんですが、やったら分かるはずです。この油がくっついてるのが見えるので、見えるかな？カメラでも見えるかな？で、6個つけていってください。で、型ありの分ですね。型ありの分はレモンあり、レモンがある時の分量でやっていきますね。で、そこだけです。違うのは。なので、バターに砂糖を混ぜて、卵を混ぜたところです、今。で、ここに、レモンない時には、レモン汁を入れましたよね。市販のやつを入れました。便利なやつを。で、レモンがある場合は、まず、お塩で、リンゴとかキュウリとか塩で洗いますよね。それと同じように、このレモンも塩でゴシゴシして、ちょっと、外側のね、なんかあったらあれなので、きれいに洗っておきます。で、半分にして、絞ります。絞った汁を入れます。それと、もう一つ。この外側の皮を少しだけ、この黄色い部分ですね。レモンがあるときには、絞ったレモン汁と皮をすりおろして入れます。で、あとはまた同じです。これを混ぜて、米粉、アーモンドプードル、ベーキングパウダーっていう風に入れていきます。生地が出来上がったので、これを型に入れていきましょう。こんな感じで出来たので、焼いていきましょう。焼けました。こんな感じで、これをすぐ型から外して、粗熱を取りましょうね。このままでも美味しそうなんですけど、ちょっと待って粗熱を取りましょう。では、粗熱が取れたので、コーティング最後ですね、していきましょう。チョコは同じくです。粗熱取ってる間もオーブンの
上に乗っけたまんまにしておきます。そして今度は、これが上に来る状態なので、こっちにチョコレートをつけてあげたいので、このままドボンと行ってください。で、こう、してあげれば全体につくので、これでひっくり返して、私はもうここの網には戻したくないので、こっちの可愛い、なんか、ナプキン、紙ナプキンとか、クッキングシートも可愛いやつがありますので、そういうやつの上に乗せたらいいと思います。で、これね、このチョコレートがこういうふうにしてひっくり返してくっつけていくので、少なかったらやりにくいですので、ちょっと多めがいいかなと思います。こんな感じで戻したら綺麗についてるので、感じです。もうドボンとつけてクリクリってしてあげてください。チョコがついたら同じようにピスタチオを乗せましょう。これで型あり、レモンありの方の完成です。どうでしょう。こんな感じでレモンケーキ。型がなくても、レモンがなくてもできます。型があって、レモンがあったら、こんな風にできます。どっちにしてもできますので、ぜひ作ってみてください。米粉のレモンケーキ、完成です。今日は作り方だけ動画でした。分量の方は LINE のお友達限定プレゼントとなっていますので、ぜひ友達になって受け取ってください。で、作ってみてわからなかったり、作ってみた感想とかあれば、LINE でもいいし、コメント欄でも構いませんので送ってください。皆さんからの感想を聞くのがとっても楽しみです。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。音葉の香りでした。またー。いかがでしたか？新しい動画が公開されたら、通知が届きますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。音葉の香りでした。